バスじゃない？いや、多分バス。頼む。あ、でも、このままと、よし、食った！よし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 、でかいでかいでかい、あー、今のでかかったおはようございます。おはようございます。いや、周平くんとついに、念願の三島湖に来ることができました。すいません、先週バックレて本当ですよ。ドタキャンもいいとこでしたね、あれは。数日前のね、ちょっと行けないわその日っていうね、あれ以来で。釣り行きたくねえのかなって思いましたからでかいの釣れるように頑張ります。よろしくお願いします。いい、パスします。俺もプリケツですね、これ誰もいらない周平プリケツ。いや、誰、いや、ごくね、需要ないわけじゃないんですよ。ゼロではない。ゼロとは言い切れない。はい、次します。あ、野良ネズミとか、あ、ギルがおしっぽ、ちっぽを食いに来た。違う、ゴミ食い出したね。それはゴミだろうっていうのを食ってたね、今ね。くれくれ、ガポッと。ありゃ、カメ。おお、あ、バス着いたべ、今。食ってる食ってる。今いや、完全にバス加えに行ったのが見えて、糸が、っていうかネズミが下に入ってた。うん、いや、どうだ、もう一発ぐらい。でもかかっちゃったかな、針が。完全に今折ったな。いやー、野良ネズミのそのクイックな素早い動きに追っかけていってるように見えたけど、今のはね、結構手前のあの滝ダイレクトじゃなくて、滝のこっち手前の岬状になってるところにいたバスが野良ネズミ見っけて、はーって追いかけてくの見えたから、あと、そうや、周平くん数バイト出してるし、俺の SVSB 全然追ってこないから、野良ネズミだからこそに見えるんだけどね。だがしかし、長いよ。俺は長いよ。一人投げてるんだろう。もうやっちまえよ。まあ、こんなとこもね、野良ネズミ場だよね、多分。やばくなったらロープ乗り越えてでも何でも取りに行くから、魚は。気合でなんとかお願いします。おっしゃ、近っ。何、どうしたよマスター。マスター、頼むよ。この短い時間で2バイトだから結果早そうだね。よし、じゃあ俺リボルテージ。はい、 SBSB スーパーバイブ、スーパーバイブ。じゃあ大したらもうバイブレーション、バイブレーター。これ何の、いや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 、近づいてんじゃないですか。ちょっと風で流されるな。まあでもなんとかぶち込んで。おっしゃ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 。いけ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 。野良ネズミ。あ、しかもちょっと抜けないサイズ。ナイスサイズです。おおい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 。今ね、手でこう外してたから。いや、野良ネズミ決まってるな。ナイスナイスナイス。じゃあもう取れ高 OK なんで帰りますか。いや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 、でもすごいね、この3バイト、まあ1タッチタッチはしたよな。
やーすげえ。まあちょっと風で行くだけ行って帰りはゆっくり。おしゃ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 、もうレンチャンレンチャンレンチャン、もうダメだダメだ、使いたくなる、これは使いたくなる。よし、取ろう取ろう取ろう、ちゃんと取ろう。よしよいしょ、ドラネズミ。いやすごい、えい、さすが、ドラネズミですよ。ああいいね、綺麗なバス。これ以上釣れなかったら教えてください。ちょっとどうすればいいんですか。まだ俺坊主です。ありがとうございます。 P ライン、それ竿何？これは、いつも使ってる竿が折れちゃったんで今修理出してる、はい、これはちょっとエクスプライドの 265UL プラス、はい、UL プラスね、はい、まあさっさとか、はい、ネズミ使う時に使ってるタックル、はい、ちょっとそのまま真似した感じですかね。P は何号ですか？ P はこれは1号です。はい、はい、じゃあ行きましょう。頑張っていきます。ちょっとここのバイト率すごかったからもうちょっと少し上がるね、はい、ここで数釣りできるんだったら無理に上流探検行かないでも済むかもしれないし。なんだ表層ちょこちょこ、いやもう野良ネズミは野良ネズミだからな、合わせようがねえな他のルアーちゃんで。全部ちゃんとかけてたらね、もうだって 4,5 匹いってるでしょ。すごいよさすが。おっしゃバスじゃない、頼む。あ、でもこのままと、よし食った、よし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 、な、でかいでかいでかい、あー今のでかかった、今のでかかった、かわそう、今の魚体見えた、魚体見えた、針出てないっす。大丈夫、俺らの貸し切りだ。丁寧にやってこう。あんだけちゃんとカバーで食わしたらサイズも出るんだね。今の40は超えてたでしょう、余裕で。多分頭見えたもん、魚体。なんか高速にチュンチュンチュンで、なんかなかったかな。まんま。あ、いた。外にいた。じゃあ投げないって言ってた野良ネズミ投げます。先生、これ、はい、どうやって使えばいいですか。もう投げてトゥイッチです。高速トゥイッチ。ちょっととんでもない入れ食いの人を後ろで見たんで速攻で群門に下ります。でも止めちゃダメですか。うん、止めちゃダメ、止めちゃダメ、常にフォア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 、常に動く。はあ。うん。多分釣れると思う。ちょっとこれで釣って今更ながら野良ネズミデビューしましたって動画作るから、じゃあちょっと風行き継ぎしてっから、はい、またさっきの釣れたエリアまでやってさらに下まで行くわ。いやー完全なバイトっていうか、まあ3匹はちゃんとかけてたよね今んとこ。まあバイトはもっとあっただろうけど、奥に入れるで、あれ俺のノラが奥に入れると、はい、なんか急に急に二人ポンコツ化してんないよ。よっとと。ないよね。うわ、飛ぶね、これ。思ったより、すげえ飛ぶ。で、常にちょこちょこ動か。はーい。
ドラム缶パターンだ。ドラム缶パターンいった。おお、ほんとだ、すっげえ速攻釣れた。先生、先生ありがとう。先生マジか、すげえ、ほんと？サイズは全然ねえあれだけど、先生の言う通りやったら速攻でした。ありがとう先生、僕も野良ネズミ釣れました。はい、周平先生のレクチャーのおかげで速攻でボス逃れできました。ちょっと今まであんまり食わず嫌いで投げなくてごめんなさい。先生釣れたよ。ありがとう。いや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 、ちょっと頑張って、もう人を流し頑張る。展開早いんで、はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。怪しい先生マジありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。続く。